お笑いコンビ、シドリが、15日にテレビ朝日で放送されるバラエティ版。組、テレビ千鳥、23時20分チルダ、関東ローカル、に出演する。左からタイゴ、ノブ、渡辺直美テレビ朝日提供この番組は、今年3月に放送された特番。千鳥の大クセ写真館の第2弾であり、写真館、企画のほか、新コーナーも行われる。千鳥写真館のロケでは、千鳥が20年ぶりに二人きりでショッピングへ。洋服を購入するために訪れるのは初という代官山に乗り込む。二人は芸能人がお忍びで訪れるセレクトショップやハイセンスな若者向けファッションを扱う店、代官山でおなじみの有名ブランドショップなどを巡り、最先端の、癖の強い服、を次々と試着していく。しかし、癖服、を身にまとった二人の衝撃写真に、スタジオは騒然になる。さらに、同じく、千鳥写真館、企画では、大悟、又吉直樹、加納栄子が若者を中心に大人気のグランピングを体験する。この他にも新企画、スタエヤ、が登場。世界で活躍する人をゲストに迎え、千鳥がその凄さを自らの体を通して視聴者に伝えていく。ゲストにはタイゴの大親友、渡辺直美が出演し、渡辺のマシュマロキャッチや口パク芸などを千鳥が実体験する。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。